はあ今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、安算第全員合格をより確実なものにするために YouTube ライブで練習会を始めますよというテーマでお話ししていきたいと思います、えー。日々ですね、うちの生徒の保護者の皆様にはですね、えー、連絡、えー、ばかりあの、自宅トレーニング、イメージトレーニングですね、自宅での、えー、そのやり方であったり、 えー、お願い事であったり、えー、日々騒がしてちょっと申し訳、大変申し訳ないなと思うんですけども、ただ、えー、お子様のですね、安山大、えー、卒業するまでに、なんとか安山大を取って、最低限安山大以上取って、えー、卒業してもらいたいという強い思いから、えー、やっておりますので、ぜひご理解いただければと思います。えー、その保護者の皆様もですね、あのー、非常に、え、ご協力いただいてますよね。あのー、 本当に今月は毎日のように保護者の方がいらしてですねどうやって先生、練習すればいいのあとはこういうような透明そろばんも持ってってもらいながらですね えー、自宅で、えー、試行錯誤してもらってると思います。で、そこでですね、今、うちの保護者の皆様ご存知の通り、えー、第2と第4の土曜日のですね、朝9時から11時まで大会練習というのをうちはやってるんですね。で、その時間の、えー、前半、 9時からたい9時40分から、えー、それぐらいの40分間に関してはですね、ちょっと教室、この形で、えー、ライブをつないで、まあ、こちらの、あのー、実際に教室に来る子たちはですね、えっ、ー、と、大会に出るような選手のレベルなので、まあ、自分たちでの、えー、練習もできる子も多いですしね。で、あとは、ただまあ、 あの、前半の40分に関してはですね、あの、そ、まあ、その日の、え、選手、参加する選手によって、ゴリ先生、ちょっとだいたい練習、大会選手に関しては練習メニューを決めますので、えー、もしかしたら、若干変わるかもわかりませんけども、こっちでも、その、 まだ大会練習に参加したいばかり、低学年の子で初めて大会出るよという子が多い時はですね、えー、こちらでも一緒にイメージトレーニングをしながらさせますので、まずは前半、どちらにしろ前半の9時から9時40分はですね、えー、基本、ゴリ先生はあの多分、えー、時間が空くと思いますので、ライブでつなぎながら、ここの教室とライブでつなぎながら、この 自宅でのイメージトレーニングを、えー、していこうと思います。じゃあ、えー、皆さん。 まあ例えば、こんな感じになるとは思うんですけども、えー、皆様、じゃあ、透明、透明そろばん準備してね。透明そろばん準備しておいてくださいね。じゃあ、ゴリ先生が問題出すので、そろばん使っちゃダメだよ。これを使いながらやろうか。じゃあ、まず28、いくつそう、16。16って、じゃあ、透明そろばんに足してごらん。16足せた足せたよね。大丈夫だよね。じゃあ、16に、16から4引いてみて、4。16だから、 10の位と1の位にそろばんの球、イメージ入ってるけど、どっちから引くかよく考えてね、16から4引いてみて、そう、いくつになった ?12 だよね。じゃあそこに3足してみて、また12に3だからね、10の位、1の位、どっちに足すか。で、足せるよね。5の部屋空いてるからね、えー、変身で上から下に変身。そう、15だよね。じゃあそこに最後、繰り上がるよ。繰り上がるよ。えー、8足してみて、15に8足してみて、 1>, 1の位5玉が入ってるからね10の位は115だからね8足せないよね足せない時は友達を引いて10足してごらん8の友達いくつだったそう2を引いて10足してごらん答え23だよねできたかなみたいな感じでこっちはライブでつなぎながらまあ,あのこっちの選手ともちょっと掛け合いをしながらあの練習会第2と第4はですね ちょっっとと開いていいててければなという,ふうに思っております、まあそこでですね、まあ40分間、当然大会練習2時間あるので、選、え、手、ー、はちょっと大会向けで読み上げ算だったり読み上げ暗算だったりしなければいけない時間帯もありますんでね。あの まあ,あとは大会練習の雰囲気も少し、えー、伝えられればなというところもありますので、えー、ちょっと第2、第4は基本的に、あのー、サイズは休みにしますけどね、あのー、基本的にはやっていきたいと思います。あとは数学検定の会場になる、えー、時がありますからね、例えば11月直近だと11月11日のポッキーの日か、えー、あの日なんかは学数学検定の会場になりますので、ね、そういう時はお休みになっちゃいますけど、 あの基本的には第2、第4で、えー、練習会イメ、えー、手段式暗算の自宅トレーニングのイメージトレーニング、えー、イメージトレーニングの練習会を、えー、前半。 9時から9時40分ぐらいですかね、えー。を考えてやっていきたいと思いますので、ぜひ参加しておいてください。えー、参加してみてください。概要欄にですね、またそのライブの、えー、URL 貼っておきますので、よろしく。あのー、通知オンにしておいてもらうと非常にあのわ、ー、かりやすいから、忘れずにいいのかなというふうに思います。はい、それではまたよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。